どうみし、はるか、ことで、まほ、私たちはチェゴでーす。はい、ということで今日はたこ焼きを100個食べようと思ったんですけれども、はい、たこ焼き500個ぐらい作っちゃいました。多分500個。このちょっと汚いなという見た目のものがチョコが入ってるものになりまして、他はキムチとチーズと普通のタコとかになってます。朝から何も食べてないから食べきるぞ。レッツチェゴー。これを作るのにどんくらいかかった？3時間。めちゃめちゃかかったよ。1時から買い出しに行って、まあ、ちょろちょろしてたら、もう今何時ですか？もう7時前ですよ。マジ？せーの、いただきます。何だろう、やっと食べれる。したんですけど、やっぱソースとマヨって大事なんだなって今思った、私たちインスタグラムで質問を募集したんですよ。これを答えていこうと思います、はい、まだ食べてから普通にお店で売ってるたこ焼きはうまいけど、これもこれでうまい、なんか愛情ができちゃうね、私初めてたこ焼きしたんですよ。楽しいね、たこ焼き作るの、はるかめっちゃ上手だった、はるかはね早いの。コロッコロッ、中学の時めっちゃたこ焼きパーティーしてたんですよ。いや、琴音ちゃんの成長っぷりはやっぱ教えがいがありましたよ。師匠ありがとうございます。しぼしぼの梅干しみたいな。なんか本当は100個作ろうと思ったんだけど、絶対食べきるよねっていう話をして、そう、なんかうちらんちにあるたこ焼き器がめちゃめちゃちっちゃかった。こんなんだよ、こんなの。こんなの100個はさ、余裕すぎるじゃん。もうお腹いっぱい。わかる。もう作って満足で、なんならつまみ食いいっぱいしちゃったし。始まってまだ14分でハーって言ってるの、やばいね。やばいよ。企画倒れです。質問答えてきますか。それではいきたいと思います。はい、他に何色に染めたいですか？紫。金髪。金髪。3人での共同生活どうですか？せーの、楽しい。最近ハマってること、私は YouTube で映画の解説みたいなやつ。昨日から始めただけじゃん。昨日ね、すごい夢中にね、携帯見てる。ハマってることの方は通販サイトを見ること。最後たくさん最近服を買ってるので、韓国通販とか、ストリート系ファッションの通販とか、ガーリー系とかいろいろ紹介していくと思うので、皆さん広く期待してください。はい、僕はパブG実況を見ることです。それはもう変わらないんだね。もう変わらん、更新されないんだね、あれがずっとやね。されないな。お互いのメンバーの好きな髪型、ニーテール、ツインテール、私は怒テール、アップついちゃった。大丈夫。ごめん。青はなんかね、服によってね違うんだよね。違うんだよね。何それ。はるかはくるくるのやつ、マホはストレート。マホは普通に、はるかこの髪が一番好き。うーん、琴音ももうこれは一番好き。それと、これいただきます。お、うまい。リトルデビルと君しかいないの裏話だって。君しかいないは3日間ぐらいやりましたね。でもね、本当は1日とかで終わらせるんですけど、君しかいないはめっちゃ手を込んでやったっていうか、サビをみんなで一斉に歌うっていうのは結構自分たち的にも感動するような曲だったので好きですね。本当は君は一人じゃないっていう題名だったんです。そうだ、私たちまだ曲もまだ数少ないから新しいことがいっぱいで楽しかった。とりあえず暴れてもらっても、だってすいません、それはできないです。すいません。私は絶対やらない。マホ本当にすいませんもう一緒やる。もうお腹いっぱいだから、お腹いっぱいだから、ちょっと一回トイレ行ってきます。パターン
全部一緒なんだよ。確かに有名になるまで髪色変えないって本当？うん、本当。これだけは誰にも負けないっていうのはありますか？だってあるこれじゃない、高速これじゃない。みんなで一回さ対決しない？いくよ、うん、せーの。これも早いよ。早すぎて見えなかった。黒だからね。一般に挨拶変えてほしい。だってせーの、ドーミシーマホーはるか、ことね、私たちはチェコです。ダメです。ダメだよ。はるかって動き早いよね。逃げ足も早いしね。もし高校生だったら先生に恋愛ってありなしだって。片思いだったらあり、両思いだったらなしじゃない？ね、マホはありだと思います。両思い、うげげげげ、禁断の声ですね。だって好きなんだよ、お互いが。もしそうだったら好きになっちゃったんなら、もうバレないようにやるしかないよね。てか聞いてくださいよ。ん？なんですか？ハゲだった。気になる人を振り向かせるにはどうしたらいいでしょうか？いいね、いい質問だね。たくさん話しかけて、でも話しかけない時も作るみたいな。そういうのが一番ね、相手は気になると思う。計算？うん、じゃあそっちタイプです。悪い女。この音が足し算引き算されてる男の子、気をつけてください。なんだよ。でも2人ともさ、内気じゃない？なんか自分からさ、ガツガツいかないよね。無理いけない。マホとアルカは押しに弱いと思う。でも押されすぎたら無理だな。確かに、ここはさ押しに弱いけど、ここは飽き性みたいな。あんまり参考にしない方がいいです。春たちはマジで参考にしない方がいい。初恋はだって3歳。幼稚園。一番ジャンプ力高い人誰ですか？せーの。宝くさんに電話してみて。だって待って、めっちゃ緊張する。初めて来るもん。うん、マホも。もしもし、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。宝くさん、インスタグラムで募集したところ、宝部さんに電話してくださいっていうのがあったんで。大丈夫、その質問。すいません、恐れ多い。それないから。いや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 。それで電話してくれたってこと？はい、すいません。全然謝られたらちょっと困るよ。言ってごめんね。自粛すごいです、本当に。ありがとうございます。すごいね、本当にすごい。いやいやいや、全然ですよ、全然ですよ、もう本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。全然しょうもない、本当に。皆さんも見てください。皆さんも見てください。まだ見てない方。私たちも、ね、大好きなんですよ、あれ。誰が、見てくださいって何？宝部さんの自粛して。あ、撮ってるからね、今動画。あ、そうです。そうです。ツイッター側よ、むしろなんかその、宝部に、電話してくださいってやつが結構嬉しいですね。ありがとうございます。こちらこそ、ことでございます。すいません、忙しいのに。いや、全然大丈夫です。すいません、よかった。はい、おやすみなさい。こちらは余ってしまったので、明日から毎日食べていきたいと思います。悔しい。もっといけると思ったのに。いや、もう最初から結構ダメだったよね。ということで、明日の動画もお楽しみにしてください。この動画が良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。そして SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上、チェゴでした。バイバイ。
はい、今日も動画見ていただきありがとうございました。たこ焼きは食べきれなかったんですけど、次の日ペロリと全部食べてしまいましたので、ご安心ください。はい、ということで明日もお楽しみに。